こんばんは、あかつきです。今日はパジャマのまんま、横でね、うちの子が寝てます。もう、いびきかいてね、寝てるの。早いの、だいたい6時ぐらいからね、寝てるからね。ちょっとね、で私はあの肩のひなんでね、顔がね、ちょっと歪んでくるんですよね。こう、突っ張っているの、これねで。こっから半分、ちょっと聞きが悪いんでね、あのうまく発音できないところもあるんですが、まあ、これもリハビリやからね。 ほんでね、例のね、あの、伊是名さんの件、あの、全く支持してない、あの、伊是名さんの件ですけどね。まあ、あの、過去の障害者運動にちょっと興味があったんでね、調べてみました。まあ、あの、伊是名さんも。話の中でね、過去の運動としてね。あの、青い芝の会の例を挙げたりしてますけどね。あの、当時ね、あ、青い芝の会っていう脳性麻痺者のね、団体がね。 まあ過激に、まあ、あの交通機関にね乗せろっていう感じでねあのバス襲撃したりね過激なことしてたんですよ。でも結果的にねやっぱり批判されてね、まあ、あのちょっと調べてみたら「青い芝の会」事件でね、まあ、批判「青い芝の会」批判で調べてみたらねあの論文とか出てきますわ。でやっっぱり批判があってね あの徐々にそういう求心力を失って、まあ、幹部の方たちが全員辞めて現在のね「あの青い芝の会」とはあの当時の会とは全然あのメンバーさんが違ってるようです、まあ、直接知らないんでね、まあ、私がね66歳の私が16歳の時に、まあ、大阪の地下街でねあの障,障害者を殺すなー言うてねスプレヒコールしてたんかね 強烈にそれだけあの覚えてますそれがまあ「青い芝の会」の大阪のメンバーさんたちだったのかな。であの過去動画でも言いましたけどね、まあ、16歳の無知な私はねもう障害者見るのも初めてでねこうもう顔も歪んでこう何言うてるか分からへんようなこ,うこんな感じの障害者さんたちがね「殺すな」とかこうなんか紙に入ってねものすごい衝撃だったんですよ。 ほんで、当時の無知な私はいやあんなになって生きていたいんかなとか思わずあの連れの人にねつぶやいたらあ、まあ、ひどいこと言うな言うてねたしなめられてね「いやでも自分やったら英語生きていかんわと思うねん」その時ねあの言ったん覚えてます。今はは絶対にね、ね、そういうよういいよなな間違っった考えは、ね、全くないし、やっぱりあの 障害者の、ね、生存権というのもね守らないといけない大切なものだと思ってますほんで伊沢さんがその交通機関のそれを取り上げて過去の先輩たちの運動があってこそバリアフリーが進んだみたいな言い方してますからそれは違うそもそも青い芝の会というのはねあの生存権を元に戦ってこられた団体でね、まあ、生存権はなぜかといったらね あ,のあるお母さんがねあの脳性麻痺のお子さんを自らの手で殺めた事件があったんですね。であのその時にあのそのお母さんを気の毒やと思って胆丸が出てねあのその殺された子どもの命をには目を向けなかったわけだかその脳性麻痺したの方々にとったらね 母よ殺すなというスローガンでね、まあ、生存権を求めてあのそのお母さんを重くちょばっとしろと、まあ、訴えられたようですね、まあ、詳,し詳しいことはあんまり分かんないんですけれども、えっと、映画で「さよなら CP」っていうのがねあるそうなんですけどね、まあ、見てないですけど、まあ、YouTube で検索したら上がってくるかも分かんないですね。 まあそれはそれで脳性麻痺の方の非常に哲学的な運動であったのはねあのあるわけですよ。でもやっぱり過激な運動のところまああの生存権の主張っていうのはね私もそうあるべきだと母を殺すすだそそれは最もそうやとね思います私もそういう障害者殺しってどっちかというと日本ではねあの心中とか子殺しとかはその親御さんをね軽く。 がが出たりすするケースが多いですね精神障害者のことでもそうですわだから私はそれは間違ってると思って障害があってもねやっぱり厳しく刑事罰を与えるべきやと思いますなぜ親やから、まあ、障害者やからね軽くしないといけないのかその軽くすることによってあのそのそういう犯罪を犯してない障害者の方にまでね まあ、キーな目を向けられたりねあのそういうことがあるわけじゃないですかですからやっぱり犯罪者は犯罪者としてしかるべきねあの、まあ、一般人と同様の刑罰を与えるべきだと私は思っていますただその母を殺すなっていうのはその全くその通りでねまあそういうあの障害者 じ、をはらんだら、もう殺しても仕方がないようなね、風潮、障害を持って生まれたら。可哀想やとか、あの悲惨やとかいう。そういうところはね、やっぱり改善していかないといけないなと思ってます。でもね、やっぱりね、あの昭和の時に、そういう、まあ、あの。えっと、交通機関に乗れないね、障害者の人たちが。過激な運動に出たというのもね、まあ。 少しはあの理解を持ってます。あそういう一人も乗れなかったらそらそうやなと思います。ただやっぱり当時もやっぱり方法が間違っていた。引つけたりね、あのねあのバリケード組んだりとかそういう無理やりあの障害者をバスに乗せてほ,ほっといたとかね非常に過激なんですよ。そのほっとかれる障害者たまったもんじゃないじゃん。 ないですかね自分のお子さんかなんか知らんけどねそういうのはやっぱり当時でもねあのそれはやっぱり昭和の時代のことですしね、まあ、障害者運動の走りやし、まあ、間違ったことがあっても仕方がないと思うけれどもそれを踏襲しようというのはもう,もう絶対に間違ってることでね、まあ、今は令和の時代ですからねあのいろんなあの穏やかな方法があるわけです。 で私もちょっとまあ親の会を作ってきたり、まあ、遊びの会としてね作ってきた経験とかあのうちの重度知的障害児のね娘を普通高校に受験してあの合格させていただいた経験からもね言えることはまあ、事前に、ね、相談するとということですよであの落ちてはる人拒否されてる人ってあるね。あの ある日突然突撃してあのこれは差別だ差別だってあの断られたらねそう強引にやるわけですよそんなんしたらあのそれは受け入れられへんの当たり前じゃないですか私は最初からねあの事前に1年前からね相談にし,しに行きました、まあ、例えばねあの小学校の頃にねあのスイミングスクールにね 会話してたんですけどねやっぱ障害児って言わないで会話したわけですよ。そして当然バレてねあのその管,理管理者の方にねあの障害児でしょって言われてねそういうことされたら困るとかあの散々言われたんですけどねでもまあ,あの水を怖がらない子やからねお宅だけは認めるけど誰にも言うなと。 障害児が殺到されたら困るからってそんな言い方されたんですよねあそこでもまあ,あの数ヶ月お世話になってねやめましたけどもそ,そんなんじゃなしに障害児であっても遠慮なしにね泳げる場はないかと思ったらちょうどあの当時住んでた地域でね福祉センターの建設話が持ち上がって広報、まあ、を呼んでましたらねそこにあのプールも作られるとあのその 福祉施設の中、福祉ビルの中にね、これやと思ってね、あのまだできる前からね、交渉に行ったんですよ。何事もねあの、できる前から、で、担当が決まる前から、これ鉄則ですよ。これ私、ど素人やけどね、定、まあ、識的にそれは思ったんですよ。まあ、事前に連絡するのは当たり前ですよね。まあ、相手の困難分かるからですよ。 プールといってもできてから行ったんじゃこれはなかなか許可が下りないと思ったからねまあ福祉課に行ってできる前からですよだからいちいちにねまだ先の話やけれどもあのプールができるらしいからそのうちの何年かをね障害児専用に使わせてもらえないかでそうするとねあのいろいろ相談に乗ってくれてねあのまだ何年も先の話なんですよね。 でもあの親の会だけやったらちょっと難しいからなんかそのコーチをね引き受けてくれるところとかねないかって言われたのあそれやったらスペシャルオリンピックスに頼もうと思ってねそしたらあの養護学校の先生がそういう、えー、スペシャルオリンピックスのねあの会をさであってそこもね直接交渉に行ったんですよ。 こういういのをするんであんま2まー連ほど貸してもらえるんでねあのコーチしてもらえませんかいう感じでねほんなら、まあ、スペシャルオリンピックやってはったような方々やからねあの、まあ、渡り船じゃないけれどもあのあのいいよっていう感じでねあのしていただいたんですそういうふうにあの事前にねいろんなあの課題をクリアしていくとスムーズにねあの行政の方もね とかしていたただけたわけわですでその代わり私もあの体制的にそのきっちりあの親の会を仕切ってね、まあ、4つのグループに分けて自分たちでその管理する子供のであの更衣室もあの勝手にあの混乱しないようにね順番決めてドライヤーは何分以内とかねいろいろ細かいこと、まあ、私が一人で考えてたんですけど、ね そういういのを話し合って、ね、であの帰りにはコーチの方に、まあ、あったかい飲み物を出したりとかね、まあ、そういうふうな工夫をそれぞれ一人の人に頼んだら大変やから班に分けてね、まあ、4つの班に分けてそれぞれあの運営していくようにお金も預けてねたたらスムーズにいきましただから何の反対運動も起きなかったしね拒否も起きなかった。 最初から聞いてもあ向こうの人も考えてくれはるんですよ作る前やったらねでこ,うこういうところが問題があるとかねこういうことをしたらあの許可を下りやすいとかあの社会福祉協議会とか福祉課とかねいろいろ教えてくれはるんですだから事前に何でも相談するこれ鉄則ですほんでねあの高,高校の入学、まあ、定時制に入学したわけですけれどもね 事前に1年前に年からねあの行きましたというのもあのみんなあの突然何にも相談もせずにあの受験しはるわけですよ。障害抱えた人たちがね親が好きそうだけでね。ほんな全部転員割れのところ全部こう落とされるわけですよ。で私はやっぱりどうやったら取るかまあ教育委員会にも相談に行きそれでその実際に高校にもねこういう。 来年受験し言うてねそれで中学でねこんなことしてもらったり写真アルバムにして先生他人の先生がしてくれはったねあのスキー学習やとか、えー、職業訓練やとか、まあ、いろんなあのイベントごとですねお写真ゆりやだけちょっと特別扱いしてもらったわけですけどねアルバム作ってもらってねそれを。 あのお見せしたらあこんなこともできるあんなこともできるってねあの1年前から言ったらあのそこの教頭先生もねあ1年前から言っていただいたら非常に助かるとこちらもあの準備ができるとんであの,だいたいあの学校の担任の先生がとか下配の先生が決めるっていうのは、まあ、4月に入学年度替わりがあるわけですけれどもその前年のね、まあ、10月ぐらいから決めはるわけですよね。 あの職員配置について、まあ、ギリギリ12月ですかねだから10月から12月の間ぐらいできるだけ早めにね相談に行く方が職員配置も決めやすいしもう年度変わったら難しいですよ。ぎりぎり2月かなあの売れ残りのセンスが残ってるこの2月もう2月過ぎたら無理ねだから2月になると今度売れ残りのセンスで当てがわれるからこれもねあの があるのよ、ね、でこんな言い方悪いけど実際あるんですよ売れ残りの先生をあてがわれるってことがねですから何でも事前準備が大切ですほんでねあのホームページねいろいろあの調べてたんですけどねうちはあの大阪市なんでね大阪市はまあ全国的に見てもね、まあ、バリアフリー進んでる方ですわそれでもねあの面白いね事例がありましたんでね やっぱりねあの、なんか伊勢なさん伊勢なさんちゃうかと思うような、ね、事例があったんでねもう2005年のことでしたもう今からえまあ2021年から何年や16年前、ね、私も計算がねあの、ここ肩まきでねあの計算能力ガタ落ちでね簡単な計算もできないんですよ。 ほんまにこれもう脳出血のせいでねねあ,あの大阪地裁でね実際にねあの運転手の暴言や乗車拒否を受けた女性が起こした訴訟への判決がありましたってね載ってる似てるわねタイプがねこれも読んだらねあの他のページでも見たんよね 車椅子マークを、その当時やからね、今よりもあのちょっと遅れてんのよね。車,車椅子マークを表示しているステップバスで、運転手に乗車拒否や解除義務違反をする、障害者にとっては日常的とも言うべき事例についての提訴でした。なんか似た言い草やね。これもね、 一部買ったって書いてあるけれどもねこれ負けてるよねあのどういうことかというとね大阪市バス乗車拒否訴訟一部勝訴遺謝料5万円5万円で辛抱していいわ話るねで原告は車椅子で普通バスかっこ乗降口,口にステップのある通常のバスに乗ろうとするとよそんな乗るわなと思うわね 普通のバスあのノンステップバスでもなしリフトバスでもなし当時やからね2005年の頃やからね普通のバスに <laughs> 乗ろうとするとリフトバスに乗ってくださいと言って乗車拒否された当たり前やろうと思うけまあねリフトバスに乗ってくださいと言って乗車このほか3回車椅子で乗車をしたことが 背景となって暴言を吐かれたあなんかの,他のページでも見たよね「あのねリフトバス乗れ」とかね「あのその車いす専用のバスくんのに何で乗んねえやん」とかねあの文句言われたとか「そら言われるで」とだからねそういう暴言吐かれるっていうのはねやっぱり出根さん的な行動をするからやと私は思いますよね。そういういのを積み重なったらあの 運転手さんだって人の子やしなんでやねんって言いたらあるよ、ねまあ、そもそも普通の人はそんなとこよう乗り込んでいかんとでこれを言うとね、まあ、そういう過激な運動してはる人からはね叩かれると思う私がねそういうふうにしていかんとバリアフリーは進まないっていうのがその人らの考えや思うのまあ、一部やと思うけどね、まあ、普通の まあ、障害者さんは遠慮するわよねそんなことせんでもあのリフトバスあのその当時はねあの時刻表にねいついつにそういう、えー、車椅子用のバスが通るっていう時刻表に載ってたんだってやっぱり全部にはねまだ無理や今はもう全部になってんのかなえー、っとどっからかな 大阪市は蒸気のことについて、周知て、あ、ちゃうもうちょっと前やね。大阪市は、手動式車椅子の利用者は、普通バスにも乗れますという、広報ビラを配布している。だから、手動式車椅子の利用者はって書いてある。ね、普通の軽いやつ、あれ畳めんのにそう言ったらね、15年ぐらい前、あの、うちの子と一緒に普通のバス乗ってた時にね、うん やっぱりあの普通と手導バスでバスに乗,る乗ろうと思ってたあの障害者さんいてたよねでもその時ねあの苦労してはるからなか私持ってきましょうかいってあの車椅子の畳み方分かれへんかって手伝いましょういってほんで分かれへんかったらあの無視してこうよけられてねなんかその人の態度も感情悪かったなぁ思うんやけどねなんか運転手を呼んであの持ち上げて。 なんかす非常に感じの悪い障害者さんやったねだかね。当時からそういう、あの、自分の権利を押し通す人はいてたわけよ。私はそういうのをいめる方やけどね。けとちょっと話もど、どこまでよったかな。えっと、あ、大阪市は手動式車椅子利用者は普通バスに乗れます。ということはね、あの、電動車椅子とか、あの、 シニアカーとかはね、乗れないっていうようなことを案に言ってるわけよね。で、車椅子利用者がバスを利用できない場合があるという。しかし、その点につき、車椅子利用者に説明し、これを周知徹底させるべき審議側上の義務がある。だから、乗れないバスもありますよと周知させるべきやっていう反応ね。普通、わかるやろと思うけどね。 車椅子、車椅子マークついてなかったらね。そんでもや、やっぱり一応、大阪市は、蒸気のことについて周知徹底させる方策を十分に講じず、車椅子利用者の乗車に際しての対応を、現場の運転手に一任していた。ですから、あの、JR 東海ってはったように、やっぱり、現場の善意にかかってるわけよ。ね。だからそういう場合もあるのよ。あのワンマンカーやったらね。 あの時間遅れるからあのちゃんと車いす用のバスに乗ってくれそれは当然やんねだけど、まあ、裁判ではね大阪市は上記のことについて周知徹底させる方策を十分に講じず車いす利用者の乗車に際しての対応を現場の運転手に一任していたそのため今回のようなトラブルを生じる原因となった大阪市には上記審議 側上の説明義務を尽くさなかったという義務違反があり、原告が被った精神的苦痛は賠償すべき義務がある。慰謝料は5万円が相当という判決。当法は乗車拒否は論外と主張していました。ワンマンバスであるために車椅子解除ができず乗車拒否する場合があるという大阪市の主張は認められない。 ワンマンマバスは人件費節減という大阪市の都合で本来車椅子介助を担当する車掌を廃止したのだから運転手が車椅子を解除すべきは当然だと主張しました。これここ書いてあるからねこれがだから疎長した人の話ねようやるわと思うけどしかし裁判所はそのような拒否できる場合があることを認めつつ大阪市の説明不足を理由に 遺写料を認めたに過ぎます、まあ金で肩すげよということだから無理やでって言,う言われてるわけよねワンマンバスで人件費節減もあるしねな無理言うなよでもやっぱ説明義務違反やったということにしてまあ5万円ぐらいが相当やろうということにねしてねしたわけよ。 遺車両は一部認められましたが借電としないものがありますって、まあ、ここは書いてあるわけよね大阪市から車椅子ではバスに乗れない場合があると説明されても納得いかないでしょうだからこの人は納得いかないのね車掌が乗っていれば車いすだからどこまでも自分勝手やねんね車,車掌だからその当時はそのやっぱり人員削減でねワンマンカーが出だした頃やね だけどそんなん言うとったら今にねあの運転手さんもいなくなるよあの無人バス出てくると思うのねもう最初から無人そしたらどうすんのって話になるその場合私にはアイデアがあるだからあの階段も可能なあの車椅子ってね実際にねあの介護レンタルのカタログ見たら載ってるわけよでもちょっと高いあの月6000ぐらいでねまあ,あの1割負担やったかな で借りれるわけだ階段昇降機能付きの車椅子。ほんで階段昇降機能から外して普通の車椅子としても使えるわけよね。そういうのをねまあほんでヘルパーさんがいないと乗れないけどもねそれを押してもらわなあかんからね。ほんで今はもうあのノンステップバスが走ってるからね。でノンステップバスでどうなんか分からへんから今度やっぱり私ヘルパーさんにお願いしてね。 体験としてねあのノンステップバスにねあの動画撮りにね行こうと思ってる <laughs> どうやって飲んのか <laughs>、えー、どんなところが困難かとかねあのそれまだまだ先やけどね今コロナ禍やからねほ、まあ、他の用事のついでにねあのノンストップバスは走ってるからね近所にねえー、っとほんで まあここはそういう。車椅子利用者は大阪市の合理化政策の犠牲となったことになります。この言い草が私筋肉班はな。車椅子で乗車することの大変さが伝わってきまして、それは車椅子は大変よ。それはあのどっからでもね。好きなように乗れたらいいわよ。でもやり方がね。間違ってるのよね。だからそのうちね。無人化になると思う。 ほんでもね、あの、なんていうのかな、あの、路面電車みたいな、あの、こう、なんていうのかな、なんとかいうのがあんの、ね、よ。ヨーロッパで一部進んでるとかあの、ね、その、路面電車風に、あの、ホームと、路面、ノンステップバスみたいなのそのまますっと乗れるようにね。それとか、歩く歩道みたいなね。そういう計画もなんか、私なんかで読んだことあるのよ。未来のね。 あのバリアフリーみたいなしにそういうのになっていくと思うよだからそれのね切れ目の時に早めにね相談に行くのよそしたら向こうさんもねあのあのバリアフリーは進めていかなあかんと言うんだけどもやっぱりあの車椅子に乗ってる人の意見を聞かないとねより良いものができないじゃないですかだから事前にね協力しに行くつもりで相談に行くわけよそしたらねいろんなね あの双方からアアイデアが出せるじゃないですかで実際何日か前にねあのあのバリアフリーの専門家さんがねやっぱり「イデアさんのやり方はひどい」なんか書いてられ物事には優先順位があるバリアフリーの専門家さんもそうおっしゃってたほでいろんなアイデアをいただくことはバリアフリーの専門家さんからしてもありがたいことやとおっしゃってたじゃないですか。だからねあのその時に急に急 自分は今日遊びきないから今日でないとあかんねや」ってそのご年るんじゃなしにねもう1年ぐらい前から特に今日は用事ないけどもこういう話で来ましたとんであのできたらこう近所から塗れるようになりたいんだけどもこんなあの無人化のね計画があるそうなんでどうやったら障害者もねあの例えば私やったらそのえー、っと いきなりのバリアフリー化を交通機関に求めるのは無理やったら、そういう風なね、えー、階段とかの、あの、高機能なね、あの電動車椅子への,あのレンタル料の補助金の方を攻めていくわね。その方が簡単やないそしたら向こうの人もね、あ、こう、交通機関を途中から改造してみて何億かかるけども、まあ、レンタル費用の補助金やったらすぐできるわと。 ななるじゃないですかそういう形でね双方で意見出しに行くのよ釣り合わせしてねこの中であのより良い意見があったらねこういうふうに方向転換したら,ら双方で折り合いがつくじゃないですかそういう賢い方法を考えないとねでも決まってるじゃないですかあの過去の新幹線の並行在来線の問題もそうで。 赤字だと廃止。で、ワンマン化になると便数削減、廃止という、図式がしっかりと出来上がっていて、それは当たり前やなそれやったらね、あの、別の方法を考えるわけよね。ほんなら、あの、やっぱり介護タクシーっていう存在があるわけよね。で、大阪市やったらね、あの、障害者手帳の給水によったら、介護タクシーチケットっていうのももらえるわけで私ももらってないの、まだ、あの、東急。 49のしかか持ってないからねこんな肩まひになる以前のねあの人工股関節のだけの,あの手帳なんでね4級だとそういうのもらえないのねだから自費で介護タクシー乗ってもうたまらんわめっちゃめちゃ高いし往復6,000円かかったりとかねほんで徒歩5分のところの病院行くのにね2,500円とかねもうベラポーなん その上ね、あの、ある介護タクシーなんかね、なんかあの、ベラ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 喋る運転手さんやったけどね、あの、ロックが甘くてね、私介護タクシーの中で車すすごと飛んだことあるのよ。だからね、あの、ここでなんか書いてあったわ、あの、固定、バスには3点固定式でないと、あの、の乗らせないというようなバスがあったりと文句言うてはるけど、それわかるって、どっちかいうと、 固定してしてほいよ、私なんか飛んだんやから、あの、介護タクシーにね。ほいで安全ベルトし,してくれてほいで横にもストックあるけどね。ほいで車椅子、後輪ごとふわっと浮き上がって、急ブレーキ踏み張ったのねんん。ふわっと浮き上がってね、飛んだんよ。ほんで私、とっさに、まあ、反射神経ええやからね。あの、なんていうの、枕のこのついてるじな前の座席。そこの マジでもガッと捕まってねもう右手だけの握力でね自分の体車椅子ごとね支えたのよブラーンブラーンほんでよいしょっとこう車椅子をグッとね自力でねこう、膝で押して足で押してねガチャンと戻したんそんな経験あるからね私の方が固定してほしいだから固定しさせるなって言うてはんのよなんでって バスはそんなに危ないよ危ないよ、私バスあの学生時代バス通学しとったからねめちゃめちゃもう揺れんのよこのつり革持っとってもねで学になるしだから怖いよほんでとてもじゃないけどあの満員バスなんか乗られへんのねほんで今は、ま、これの中やから空いてるからねバスあのいつも見てんのよバスガラガラやしね混雑してるとこ入れへんわねこれの中やからね密になるからね で、中どうなってんのか、ちょっと見に,見に行くだけね、見に行こうと。あんまり使うことない。メソロの方までね、あの、電動車椅子で走ってってね、メソロ乗ってんメソロ,ロでも揺れる。メソロの場合はあの、座席のあの、鉄のところをしっかり片手で持ってロックしてね、まあ、あの、なんかそういう、ガチャンってする、なんていうの、ロープにはね、ないけどね。 あの車椅子専用のところにいてあるらしいんだけどそれそれ要線からね一人であの解除車なしで乗ってるからねほんでこう右手だけでねこう捕まってるわけよメトロでも揺れる怖い、うん、ほんでねハンドル型電動車椅子だけ一律に乗車できないというのは JR 東海に対して出された人権侵害勧告がそのまま当てはまる まだ2005年から JR 東海と思えてきてんねんな、まあ、障害者。ほんで大阪では土佐開始だけハンドルがついてるからダメは通用しない。これ2005年の話だからね今はどうなんか知らない。大阪市内はあの全部 OK。あ、は、ーいじゃあ大阪ではセニアカーも含めて全部 OK な。でもね電動カートでねメトロ乗ったんよ。 私の電動カートって、あの電動カートの一番大きいタイプですねあの、バスケットついてるからね、前後にバスケットついてるから便利、買い物行くのに便利持ってね、それ借りてやけどね、あのメトロのエレベーター入るのもうギリギリやしね。それで前からつちょっと斜めに突っ込んで、そのままバックで出なあかんねん。これはあの運転能力いく。 まあ私もともとバイク乗りやから運転あの車幅とかね感覚はええ方やねんけどもね難しいほんでねメトロに乗ったらやっぱりあの重たいからね電動カート80キロぐらいからそうそう揺れへんねんけどやっぱり怖いからねあの電動カートの上で滑んのよ体がだからやっぱりこの座席のあの鉄のポールに捕まってねこう支えてるわけよ で、支えてるとね、今度は降りる時になってねあのどっち側かのドアから開くのがねあのアナウンスが遅いのあこ,こ,これだけは言わしてもうてもいいかなでアナウンスが遅いから今は慣れたからねどっち側から開くかわかんねんけどね最初分かれへんやんからどっち側から開くかそうすると電動カートでねあの U ターンしてる間にねあのドア閉まるようにほんで挟まったことあんねん。 あの電動カート半分出てガーンってねドア閉まってもうびっくりしたでも電動カート丈夫やから体挟まれんでねよかったんやけどねほいでやっぱり挟まったから慌ててね開けてくれはったように、そのままスーッとねす,すいません言わなあかんねんけどそのまま出てんけどね怖いってあの電動カートでそれ以来ねもう電動カートで乗んのやめたまあ乗ってる方が怖いもんなんか電動カートは乗れませんって人ってくれたらね 最初から乗れへんのに。ほんで、あの、スティック式の,あの小回りのきく、あの、電動車椅子でね、行ってんの。あれ、これやと小回りきくからね、エレベーターの中でも回転できるわけよ。ほんで、まあ、あの、シュッとコントロールこれだけやから、ね、このスティックをこう前後、左右、後ろとかね、まあ、ぐるぐる回れるわけよで。回しはこれ回転するわけね。まあ、非常に簡単に運転できるわけね。だからそのもう、 メトロ乗るときは、もう電動、スティックタイプの方にね、乗る。だから、電、電動カートはね、下からしか乗り物乗らない。下からバーッと行くときね。これで、あの、すごい、ま、何十キロも走るからね、梅田まで行ったことあるしね。あの、上からね、歩道の、歩道を走ってね、行ったことあるけどね。疲れる <laughs>。ええと。 だからねこういう過去からねこういう訴訟をやってきてる訴訟をやられたらたまらんからあのバリアフリー化が進んだっていうのはちょっとそらはねそういうのはまあ1割以下やねそういう人もいてるとまずいとそういうのは多少はあるやろうけどねやっぱりね人の人の子はねやっぱり現場の担当者さんも やっぱりお願いに来られた人のことやったらあの言うことを聞いてくれるけどそんなご利用しでね急に無理なんだ言ってね、えー、と交通機関の都合も考えず、ま、人件費削減も考えずでお金いくらかかるかも考えずで利,利用者が何人かも考えず、ね、ご利用しをしてきたらねあの進むバリアフリーも進んでいかんと思うよ。ですから私そうやねもう 買いをまた作るとしたらねあのスムーズにあのご利用しは。